ぼくもくーマッチン。うん、なんかピアノの音が聞こえてきたね。そういえばピアノって省略された言葉って知ってた？本当の名前はクラビチェンバロフォルピアノエフォルテって言うんだって。言うのも大変だ。他にもあるのかな、探してみよう。まずは食パン。これって省略された言葉だったの？なんだろう、考えてみよう。もっくん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 、わかったかな。正解は主食用パン。なるほどね、画家さんが消しゴム代わりに使うパンと区別するために呼ぶようになったんだね。次はペペロンチーノ。ペペロンチーノも？これは何だろう、考えてみよう。もっくん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 、わかったかな。正解はアーリオオーリオペペロンチーノ。これはわからないな、呪文のようだ。なるほど、イタリア語でペペロンチーノが唐辛子、アーリオがニンニク、オーリオがオイルなんだ。最後ソフトクリーム。これも考えてみよう。もっくん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 、わかったかな。正解はソフトサーブアイスクリーム。確かに短い方が言いやすいもんね。普段使ってる言葉が省略された言葉だったなんてびっくりだね。他にもないかパパと一緒に探してみよっと。